はい、それでは私は今日は第二項目の、大教についてというテーマで少しお話をさせていただきます。よろしくお願いします。私皆さんももう知っておられるかと思いますけど、梶原俊英と申し上げますね。今は住まいはビリビリですけれど、受持のお寺は香里塚教泉の仏藩本願寺と増六本願寺でございます。去年でしたかね、こちらでお盆法要の時にご縁をいただきまして、皆様と、お会いさせていただいたかと思います。そういう一つ一つのご縁を大切に、今日は、巡回研修会でこうしてお話をさせていただくことになりましたので、よろしくお願いします。今先ほど、井村先生申された通り、このお念仏の行事へねが伝わってくるというのは、仏様の教えを灯火としてそして、掲げられているというようなことから、比較といいますかね、コンパラソンで、こうして私たちの御教え、お念仏の御教えがずっと代々伝わっていく、ね、御恩師様が、世代が変わっていくと同じように、私たちも自分たちのご先祖様から同じお念仏の御教えをずっと受け継いで、自分がいただいて、そして今度は次の世代の自分たちの子供とか孫にもできたら伝わっていくようにね、みんなで聞かせていただきながら、この道を大切にさせていただきたいと思うことでございますね。でそのためには、じゃあその教えはどういうものであるかということを少しでも知っていかなければならないね。で仏教の教えというのは皆さんも分かっておられるかと思いますけれど、お釈迦様という方がですね、今からもう600年前に、インドにお生まれになられた、北インドですね、ノーシダ・インジャですね、もうネパールとインドの境ぐらいのところで、今のこの地図から言いますと、お釈迦様がお誕生日になられたところはもうネパールの国になるとなっているんですね。でもその当時はそのネパールとかインドとか、そして国境がきちんと分かれていませんでしたので、だから普通に申すのが、インドでお生まれになられたとこう言われているんですね。でその王子様がもうそういう日本ですからね、本当に、幸せと言いますか、我々が今まだ幸せになっていくために求めているたくさんのものがあります、ね、健康だとかね、家族だとかね、または地位、ね、名誉、そういうお金とか財産とか、そういうものも全部本当はその当時のことで言いましたら全部あったわけなんです、ね。今みたいに我々として、ね、携帯電話とかセルラーとか電話とかテレビとかね、そういうものはありますけど、その当時はもちろんありませんでした。しかしその当時にあった全てのもので、そのお釈迦様は持っておられたはずなんですね。でもその人生を置いて山の中に入ってね、そして苦行といいますけど、難しい辛いね、ことをずっと6年間頑張られたんですね。でも頑張って頑張ってね、その道を本当に人生命あるということの意味、また何のために生きているかということを知っていくためにはね、その29年間リチノビアンのその間、このお城の中でずっと裕福にね暮らしていたことを全部それを置いて、6年間の反対に苦しいことばっかりしてね、そして生活をされたわけなんです。そしたらもう大方ね、骨と皮になって死にそうになっちゃったんですね。このまま続けたら、このまま行ったらもう死んでしまいます。死んだらどうなるかわからない、今井村先生も言われた通りなんですね。それ解決できずに命が終わってしまう、これも大変だということでしておりましたところに、菩提樹のという、ね、木の下に座られて瞑想を入られたわけです。メディタソンされたんですね。そしたら、それはいくつかの説はあるんですけれど、7日目とか100日目とかね、40日目とか
か、それはどうでもいいんですけれど、まあ、ある暁ですね、朝明け方に、こうした悟りを開かれたというんですね。その悟りを開かれたというのは、これ何であるかと言いますと、まあ、簡単に言いますとね、それはお話の中でそういう内容がたくさん書かれているんですけれど、まあ、簡単に言いますと、真実に目覚められたということなんですね。我々は普通にしてこそ、本当のこと自分も分かっている、真実ぐらい分かっていると思っているんですね。でも、先ほど三浦先生が言ったように、本当の私たちの姿は、ここに書いてありましたね、無明と本当のことが分からない、明るさがない、暗いものなんだということなんです。でも私たちは、いや、本当のことを分かっているぐらい思っているんですね。そして、自分たちがやっていること、いいことをたくさんしてあげてる、人のためにいろいろいいことをしてあげてる、もし悪いことだったら人がしてるんだとしか見えないんです、ね、自分はいい、自分は正しい、悪いのは他の人だという考えしかない私が、仏様のその光に照らされた時に本当の姿が明らかになるんですね。そこにはとんでもない大きな間違いばっかりを生きている自分であったと知らされることができるわけなんです、ね、でその本当のことが分かったときに、自分がどれだけ頑張っても何もいいことにはならない、ね、いいことをしていたと思ってたことが本当はいいことではなかったら、結果としていいことにならないんです。そうでしょ。でもそれを我々は頑張っているんです。いいことをしていると思いながら頑張っているんです。でも仏様の真実から言いますと、それは間違いなんですよと言われていることを、私たちは仏様の教えなんか聞かずにね、いや、自分はもういいことをやっていると思いながらやっているんです。そうすると、また自分がやったことによって苦しんでいかなければならない。ね。でそれを繰り返しばっかりやりながら、なんで自分はこんなに苦しまなければならないか。ああ、人が悪い。またなってしまうんですね。自分の責任だとは思わないんです。いいことは自分がやりました、悪いことは人の責任だ。これが我々のあり方なんですね。それをその本当のことをお釈迦様はずっと見抜いていかれたわけなんですね。知っていかれたわけなんです。でもそれができたのは、お釈迦様がただ自分の考えでされたことじゃないんですね。それは何が起こったかと言いますと、お釈迦様が阿弥陀仏というね、仏様の真実の光に照らされて本当のことを知っていかれたわけなんです。そこで阿弥陀仏という仏様が全ての人々を救いたいという願いが、願いがあるんですよということを、それから説いていかれたわけなんですね。でその教えが我々5年仏の見教えとして残っているわけなんです。でもその教えをどのように説いていかれたかといいますと、お経として残っているわけなんですね。で我々浄土真宗では、もちろん親鸞聖人様が浄土真宗という言葉、名前を使われたわけなんです。でも親鸞聖人は今から800年前にね、自分が浄土真宗という一つの宗派を開きますから私についてきてくださいと、そういうことは言われなかったんです、ね、そうではなくて、じゃあなんで浄土真宗かと言いますと、これは一つの宗派のね、仏教の宗派の名前ではなくて、親鸞聖人が自分のお師匠様でありました法然様、法然聖人様が、この私が必ず仏になることのできる唯一、ただ一つの道がお念仏の見教えだということを教えておいてください。つまり私が必ず仏にならさせていただく道は浄土、つまり仏様の世界ですね。浄土真宗というのは、まあ、その真実の道だという意味なんですね。だから浄土真宗というのは、この私、つまり親鸞聖人がそう言われるんですね。私が必ずお浄土に生まれて仏になれるただ一つの道であると、この道しかないんだということを言われたのが、その浄土真宗という言葉の意味なんです。それが後にですね、親鸞聖人が豪女なさってお亡くなりになられて、
お孫さんたち、またね、新南将棋の直弟子、お弟子さんたちが聖書、その新南将棋が書かれた書物、ね、たくさんの書かれた本ですね、それを何回も何回もこうして読んでいく中に、新南将棋が書いておられるその浄土真宗という言葉が目に留まったわけなんですね。そして浄土真宗という一つの宗派に後で なったわけなんですね。で今は浄土宗というのは法然上人が開かれた教えとなっています。で浄土真宗というのは私たちの親鸞上人が開かれた教えとしてこうして分かれているんですね。で同じ法然上人が説かれた教えを親鸞上人はいただいているはずなんですけど、でも今のこうして教えから言いますとやっぱりちょっと違うんですね。何が違うかと言いますと、私が知っている限りのことを申しますと、簡単に言いますとね、その法然上人が開かれたとされている浄土宗というのはお念仏を唱えることによって救われるということなんです、ね、だから私がね毎日1000回1万回生がたくさん唱えれば唱えるほど阿弥陀様がああよ唱えてくれたと救ってくださる、こう言われるんです、ね、でも浄土真宗の親鸞上人は法然上人の教えをいただいておられるはずなんですけれど、でもそのようには受け取っておられないんですね。私が唱えたから仏様が救ってくださるという教えじゃないんです。反対なんですね。阿弥陀様が南無阿弥陀仏と名乗ってくださって、私の目に働いてくださっている、そして阿弥陀様があなたを必ず仏にしますという願いをその南無阿弥陀仏の中に込めて届いておってくださる。じゃあその南無阿弥陀仏を私がいただいた時にも必ず仏にならさせていただいていることがもう確かになっていると、だったら私が唱えたから救われるんでなくて、それはただお礼のお念仏なんだと、感謝のお念仏なんだと、もう私を救ってくださるということがもう確かであるから、もうお礼をするしかないと親鸞上人はそう言われたんですね。だから先ほど、ね、先生言われたように、朝起きた時皆さんお仏壇の前で何万だ何万だとお念仏されるでしょう。または正真家とか重生家とかもしかしたらお勤めされるかもしれません。でも例えばお勤めしても、始まる時には何万だ何万だ、終わった時も何万だ何万だ、一番大切なのはやっぱりお念仏なんですね。でもこれは決して朝起きて今日一日元気でありますように、いいことがありますようにとお願いすることじゃないんです。ただ感謝お礼なんですね。それを本当に知っていかなければならないんですよということなんですね。まあ、私よくこの頃こういうことを言うんですけどね、まあ、この辺のこととちょっと比較してみますと、コンパラしてみますとね、まあ、皆さんもそうでしょうけども、私もね、まあ、こういう体をしてますけれど、あまり重いものは持てませんまあ30キロとかぐらいだったらまあ何とかですね、持てますけれど、50キロとか100キロぐらいのものを持てって言われても、まあよっぽどの力出したらちょっとは持てるかもしれないけど、じゃあそこ10メートルぐらい歩きなさいとか言ったらこれ大変ですね、持ってね。でも大きな荷物をね、自分が持たなければならないということを見てくださったら、もっと私よりはもっともっと体のね、でっかい人が見てくれて、あなたの人ちょっと困ってるようだなと、あの重たい荷物を、ね、持てないのに持たないといけないと、これ大変だなと、向こうから私の方に来てくれてね、あいいよと、私がそれを持っていきましょうと言ってくれたら、皆さんどうします？ありがとうと言うしかないでしょ。向こうから言ってくれてるんです、あなたをね大変でしょうからお手伝いしましょうと向こうから言ってくれてるんです。だから私はもう、あすいませんありがとうございます、もうそれ言うしかないでしょ。それと同じようなことだと思うんですね。まあ、言ってしまえばね、簡単に言いますとですよ、阿弥陀様の方からあなたの命を、あなたを仏にしますと言ってくださっているんです。この私を仏にします、だったら私はもう何も頼まなくてもいいんですね。あもったいないことだ、仏にならなければならない、私は仏になれない、その私を仏にすると誓って働いておいてくださる阿弥陀様の働きなんですね。そうなりました。
ありがとうございますというしかないんですね。でもそのありがとうということも、その南無阿弥陀仏の働きにも含まっているんです。本当はね、我々の能力力でお礼をしようと思ってもお礼ができないのが人間なんです、ね、そうでしょ皆さん。我々がこう毎日こう生きているうちにね、生かされているうちに、どれだけたくさんの人や物にお世話になっているか考えたこともないでしょ。でもお世話になっているんですね。お世話になっているということに気づかない、分からなかったらもちろんお礼はしませんということは、お世話になっていると思ってないのにお世話になっているからお礼ができてないわけなんです。そしたらしなければならないことをしていないわけですよね。それよりは反対に、ああこれが欲しい、あれが欲しい、下手したら人を傷つけたり人を困らせてでも自分が幸せになろうと思って頑張っているところがあるわけなんですね。それでどれだけ幸せになろうと思ってもなれるはずは本当ないんですね。そのような人生、そのようなあり方の私たちを憐れんでおってくださる阿弥陀様が、そのまんまのあなたの命を引き受けて仏にします、働いておってくださるわけなんですね。そのお念仏に出会わさせていただいてありがとうございますという心になってくるのが、お念仏の働きが私の上にずっと働いておってくださる、届いておってくださるから、そのようになってくるんですよ、ね、教えていただいているのが阿弥陀仏というね、御教えに出会わさせていただいていることなんです。さてこのお経ということをちょっと先に言いましたけれどね、お釈迦様が説かれたお経はたくさんあるんです。まあ、簡単に言われているのがね、八万四千の法蔵とか経法とかこういうんです。八万四千を置いていたいこうやって見るというんですね。じゃあ実際にそれだけのね、数お経というものが残っているかって、そうじゃないんですね。この八万四千おいでてパクルミューという言葉は、これはまあポルトゲーズで言えばそのフォルサディスペーションという言葉だったでしょ、ね、それだけの数はなくてもそれだけ数多いものなんですよ、ね、本当にどれだけの数かということでなくて、まあ、とにかくたくさんの教えを残されたという意味を表してくださるのが八万四千という意味なんですね。でそのたくさんのお経があるんですけれど、それが全て残っているかというと残念ながらそれでもないんですね。というのはお釈迦様の時代にはこうして文字で書き残すということがなかったんです。それからずっと後にね、お弟子さんたち、またそのお弟子さんとかがずっと御教えをずっとこうして口でね、唱えて伝えていって、いつの時か誰かがそれを書き残すようになってきたんですね。でそれを後で残されたから、まあ、幸いに今は私たちとして読むこともできるわけなんです。で皆さんこうしてお寺前とかされますと、お経を読まれたことありますか？覚えてない。いや、あるんですよ、多分ね。まあ、お葬式とかの時もあるかもしれませんけど、大抵お葬式とかは、まあ、正真偽だろうと思います、どこでもね。でも、法事とかですと、たまに仏説阿弥陀経というお経を読まれるかと思います。まあ、とにかくですね、その正真偽を読まれることもあるでしょうけれど、この正真偽というのは本当はお経ではないんですね。というのは、お経というのは、お釈迦様が説かれた教えだけなんです。じゃあ正真偈と言いますので、正真経とは言いませんね。正真偈、偈というのはつまり歌なんです。ポエマなんですね、歌。じゃその歌を誰が書かれたかと言いますと、親鸞聖人が書かれた歌なんです。でも親鸞聖人はたくさんの経を読んで、そのお心を歌われたのが正真偈にあるわけなんです。わかりますか？じゃあそのお経はお釈迦様が説かれた御教えですね。で浄土真宗の中ではたくさんのお経の中で親鸞聖人、まあ、本当言いますとその前の ね、お師匠さんであられました法然上人が3つ選ばれたんですね。浄土経、また浄土真宗と大
大切なお経となるのは何であるかというのを明らかにされたのは3つのお経なんです。これを浄土三部経と言うんです。つまり阿弥陀仏のお浄土について、また阿弥陀様について説かれている教えというのが仏説無量寿経、仏説観無量寿経、そして今さっき言いました仏説阿弥陀経という3つのお経なんです。でこの3つのお経の中で一番短いのが仏説阿弥陀経というお経なんです、ね。それでも皆さん一緒に読んだら、まあ、15分か20分を時には30分ぐらいこそゆっくり読めばかかるんですね、はい、慣れてる人は5分ぐらいでバーッと早く読める人はいますけどね。でもゆっくり読んだらそれだけ25分か30分ぐらいもかかります。この仏説無量寿経というのはね、一番長いんです、ね。だからなかなか読めないです。ブラジルでもそういうお経の方がほとんどないんですね。翻訳の方も最近できたようなことでございますけれどね。でもこの3つのお経は全て阿弥陀様について、お浄土についてもちろん説かれてはいるんですけれど、親鸞聖人はこの3つの中でも一番本当は大切なのは、もちろん全て大切なんですけど、一番大切なのはやはり仏説無量寿経という真実の経だと言われたんです。それはなぜそうなのかと言いますと、それはお釈迦様がこの世にお出ましになったのはね、お生まれになられたのはこの無量寿経に説かれている、つまり阿弥陀様がこの一切の修行という私たちを、全ての人々、全てのもの、命あるものを仏にしたいという願いを教えてくださる、伝えてくださるためにお釈迦様はこの世に生まれてくださったんですよということが明らかになる教えなんですよと言われているんですね。そしてその中に、じゃあお釈迦様が説かれているのは法蔵菩薩という菩薩様がですね、阿弥陀仏になられるために48時間48の願いを起こされた、立てられたと、こういうことを皆さんちょっと聞いたことありますかね。ないですか。もう忘れられたかもしれないね。でもそう言われて、そう説かれているんですね。でその48、48の願いの中で一番大切とされている、これ五本願というんですけどね、根本の願い、一番中心の願い、これが何番目でしたかね。qual que era o número do voto mais importante original、聞いたことないですかね。でも皆さんね、もしかしたら例えばカザメントとかね、なんかそういう宴会の時とかに、または忘年会とかね、または新年会とかの時に、あなたの何番のね、一番得意の歌を歌いなさいとか、そういう言われることがあるかと思うんです。わかりますか。18番というんですね。18番を出しなさいというのは、これを仏教から来てるんです本当はね。つまり阿弥陀様の五本願というのは18願と言われているんですね。そのヌメルジゾイトのボットというのは何であるかと言いますと、この南無阿弥陀仏一つで救うという願いなんです。だから他にね、難しい苦しい修行をたくさん積まなかったら救わないという教えじゃないんです。ただ南無阿弥陀仏だけをいただくことによって必ずあなたを仏にしますという願いなんです。これが難しいんですよ皆さん、なかなかね。私素直に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って唱えれるかというと、なかなか難しいですね。皆さんはそうじゃないね、もうずっと小さい時からおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんからずっとね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏聞いてきて、一緒に南無阿弥陀仏なってきたはずでございましょうね。でも全然ご縁がなかった人に南無阿弥陀仏と一緒に唱えましょうって、その時には一緒にいるから唱えられるかもしれないけど、自分の心の中にその念仏が本当に届いておいてくださらなかったら、なかなか南無阿弥陀仏として出てきてくださらないんですね。でそのためには教えに出会って聞かせていただいて、聴聞と言いますけどね、教えを聞かせていただかなかったらそれができないんですね。だから我々がね、そして今は
念仏ができるということになったのは、どれだけ尊いご縁に我々はつながって結ばれて、命をずっと今までいただいてきたかということを本当に喜ばなければならないんですね。どうですか皆さん、自分が何万ラブセコして素直にお念仏が唱えられたかということを素直にありがたいなとか喜ぶことできます？その何ともないとこで思ってるからねそれが我々なんですね。でも本当はね、本当に尊い素晴らしいありがたいことなんですよ、ね、それを少しでも本当に知らさせていただきながら、ますますその確認をさせていただく喜びを味わわさせていただくというのが、そして聴聞をさせていただく場にあるわけなんですね。今日はこうしてね、皆さんと一緒に少し勉強をさせていただく時間をいただいているわけです。お念仏の見教えを聞かせていただきながらね、少しでも、あ、そうだったんだな、阿弥陀様の方からお働きが先なのね、私がお願いする必要なく、向こうが私を必ず救い取って仏にしてくださるという願いが先なんだということを知らさせていただいたときに、ありがとうございますというね、喜び感謝の気持ちの、ね、お念仏とともに、こうして毎日の日暮らしをさせていただくということを少しでも知らさせていただく、こっち側が頼むんでなくてね、向こうから願っておってください。しっかりとね、いただいた命を、悔いのない人生を生き抜いてくださいよ。そしてどういう縁によってこの命が終わっていこうとも、あなたの命を必ず仏の命にしますね、あなたは仏にしますという願いを込めたお念仏の働きが私の上に今届いておってくださるんですね。でも私たちはこの世の、ね、ことの方が大切なんです。仏様の世界なんてね、できるだけできるだけ遠くと離れてね、先ほど井村先生言われたように誰も死にたくないんです、ね。まあ、それはね、もちろんいただいたり、せっかくいただいた命を無駄にしてはいけません。中には、ね、ちょっとしたことに出会ってね、ちょっとしたことというのも言い方が悪いかもしれませんけどね、いろいろ絶望したり、ね、いろいろ悲しい思いだということに落ち込んでしまって、自分自身の命をね、自ら落とされる人も実際にはあるんですね。でも、我々が今までそういうこともなく、また他の人を実際に殺したりね、命を奪ったり、殴ったり、ね、するようなことも今までなかったというのは、自分が偉いからでなくて、そういう縁に触れることがなくてね、恵まれた人生を今まで生かされているということを、またこれも知っていかなければならないんですね。それはますます本当にありがたい命をね、いただいているということの確認をね、させていただくことが大切ではなかろうかと思いますね。時間は過ぎますのでね、あれですけれど、まあ、これちょっと皆さんにね、申し上げておきたいのは、今さっき言ってられましたように、誰も死にたくないということについて一つお話だけさせてもらいます。ね、ある時ですね、3人の友達がね、集まって、そして飲みながらいろいろ話をしてたんだそうです、ね。そしたら、死についての話になっちゃったんだってね。一人の友達がね、まずこう言ったって言うんです。私が死んだらね、家族の者や友達とかね、知り合いの者がみんな集まってきてくれて、ね、自分もその遺体をね、伏せながら、ああ、こいつは本当にいいやつだったな、いいお父さんだった、いいね、主人であった、こう言ってもらいたいってことだったんですね。そしたら、もう一人の友達は、それを聞きまして、ああ、わしだったらな、この人は本当に社会のためにどれだけ尽くしてね、本当に素晴らしい人であったと、そのように言ってもらいたい。3番目の友達はどう言ったかというとね、私だったらね、こうして自分の遺体をね、ずっとみんな見てくれて、あ、ちょっと待ってくれ、あ、動いて動いて、激が来てる言ってもらいたい言ったということですね。はい、笑ってくださった人ありがとうございました本当は笑い話なんですけど、
笑ってくださらなかった人はあまり面白くなかったかもしれません。すみません。でもこのお話をこうして読ませていただいて聞かせていただいてね、本当に人間というものは死にたくないんだな、この世の命にどれだけ執着してね、最後の最後まで生きたい生きたい生きたいという願いがやっぱりあるんだなということをこうして感じるんですね。まあ、そうですね、自分たちも先ほど先生言われたように分かってるんです、頭の中では。今日命が終わるかもしれない、明日終わるかもしれない、じゃあそれだけ心配してせっかくいただいた命を悔いのない人生に本当にしなければならないという心がけ、またその思い、またその生き方を本当にしているかというとそうじゃないんですね。ああでもない、こうでもない、自分がいい、人が悪いね、喧嘩したり泣いてみたり笑ってみたりするようなことしかしてないんですね。本当に尊い、本当に正しい仏様の教えを聞かせていただいて、悔いのない人生を本当にやりますいただこうという気持ちになかなかなれない。しかしそのような私が今ここにこうして集まって仏様の御教えを少しでも聞かせていただこうという気持ちにならさせていただいたということは、どれだけ尊いご縁にあったのかということなんですね。それはお父さんお母さんおじいさんおばあさんご先祖様がずっと同じ御教えを受け継いでくださった、その尊いご縁が今私にもつながってね、それを本当にありがたく感じ取らせていただく、喜ばさせていただくところに、またますます満々だと満々だとですね、お念仏をさせていただきながら、もう先立たれた方々に対しても本当のお礼ができるのはもうこれしかないんですね。ご法事とかねするときにはよくね、亡くなられた人のためにご供養してあげる、お経を唱えてあげる、読経をしてあげる、まあ、ポルトゲーズで言えばねオラソンとかミサとかしてあげるとか言われますね。でも我々の人間の能力でね、力で亡くなられた人に本当にいいことができることあるでしょうかね。本当にできないんですね。もしそういう力があるんだったら、まず自分自身にすることでしょうね。自分のために本当にいいことをすることでしょう。でも自分の命なのに自分がどうなるかわからない自分です。そのような私たちが先立たれた方のためにどれだけいいことをしてあげようと思ってもできないね。で皆さんもね、もう中には聞いておられる人もあるかもしれません。もう40何年前ですね、おかげ50年近くなるかと思いますけど、リンスで岡山訓戒先生というね、本当にやり手のお坊さんがおられました。今の地上先生のおばさまにあたられるね先生なんですね。でまあお寺のね鑑賞堂が出来上がりまして、その鑑賞堂の、まあ、稲浦さんのねお勤めを2日間されるというか、ご自身されるということがあったんだそうですね。でもそういうこともありまして、大抵の法事とかは土日になされますけど、でもその時にはそれができなかったので、ペナポリスのファミリアの方がですね、その今回先生にご法事を頼まれたんですけど、その前の日のねセスタフェア金曜日に法事をされるようになったみたいなんですね。でそれで、まあ、岡山先生は私が見てるかそれで終わらなかったみたいなので、迎えに来られたんです、お寺にね。で私が聞いてる話では、そのペナポリスに行かれる道中で事故に遭われて亡くなられた、ね。でも今の時代みたいにこそ携帯電話とかそんなね、ものがないんです。そうすると皆さんね、法要に、その鑑賞堂の今村さんの法要に、地方からみんな土日にこそ集まるようにされた、土曜日に行ってみたら、岡山先生のお葬式だというような状態だったみたいなんですね。まあ、つまりね、ご法事だからって言ってお参りしてあげようと思ってもね、自分のいただいた命が今そこになかったらお参りできないんですよ。そうなりますと、ご法事とかはね、私たちが亡くなった人にお経を唱えてあげて、その人で亡くなられた人たちが喜んでくださるだろう、それももちろんあるでしょうけどね、我々人間の力で亡くなられた人に
どれだけいいことをしてあげようと、たとえそういう気持ちとか大切でありますし、それがいけないということじゃないんですけれど、じゃあ本当に我々が何かできるかってそうじゃないんですね。そうではなくて、反対に仏様の世界に生まれ変わってくださった人たちが真実の教えを聞いてくれよと、真実のことを聞いてくれよと導いてくださるのが、そのご法事のご縁なんです。だからまずお経とか正真言とか、そういう大切なね、尊い教えを聞かせていただいて、でも我々はたとえこそ読んで聞いてもわからないんですね。そこでお坊さんたちがそれに代わって法話をされるわけなんです。つまり昔のね、何百年何千年前に説かれた教えを今の言葉で少しお話しさせていただくのがご法話なんです、ね、そしてその身教えをみんなが聞かせていただいて、喜ばさせていただいて、お念仏の日暮らしをますます勤めさせていただく、進めさせていただくというのがご縁に合わさせていただいているということの意味になってくるんですね。でそれをさせていただくのが、もちろん仏様の世界から導いてくださっている人たちが、あ、よう受けてくれてる、よう分かってくれてるね。いただいた命を少しでも大切にして、命が終わった時にはまたお浄土に生まれて再会させていただく、ね、世界があるんですよということを教えてくださったのが、このお経の中に本当は説かれているんですね。でそのみんながまた再会できるという世界をお浄土と言ってくださって、ね、明らかにしてくださって、そしてまた阿弥陀経の中に出てくる言葉の中にもありますけどね、クエ一緒という言葉が出るんですね。クエ一緒というのは、一ところでまたみんながもう一度再会できる、合わせていただくということを意味するんですね。じゃあこの世の命が終わったら、もう全部が終わってしまったかと、そうじゃないんですね。仏様の世界で仏の命となって、みんなまた合わさせていただいて、そして後に残っているものを導く働きをさせていただく、阿弥陀様と同じ願いを持って残っている人たちを導くというね、働きをさせていただくのが仏になるという教えなんですね。その真実の教えに今出会わさせていただいている私たちは、今日は阿弥陀経、看病寺経、そして特に大経というお経があるということを少しでも知らさせていただいてね、その一つ一つのご縁の中で、もちろんお経を読めることができたらそれいいですけれど、正真言であっても、また十世家でも三仏家でも短いお姿でもね、少しでも勤めさせていただきながら、身教えを少しでも聞かせていただきながら、いただいている命を大切にさせていただく。あ、そういえばですね、今大表のことを少し言いましたけれど、私たちがよくお勤めさせていただく三仏家というのと十世家という短い歌があるんですね。皆さん家でもたまに読むことありますか？十世家とか三仏家、何ですか？あります？十世家ね。これはその仏説無量寿経というお経の中にある歌なんですよ。その短い歌ですけれど、それを読むことによってお経、ね、全てのお経の心もその中にもちろん入っているということなんです、ね、ありがたいことなんですね。だから10分か15分ぐらいの勤めになるでしょうけど、それを読ませていただくことによって、尊い教えを今聞かせていただいている、喜ばさせていただいているという意味になるんですね。どうかね、それを忘れないように、私たち一人一人が勤めさせていただく中に、真実の道に向かっての人生をね、歩まさせていただいている喜びを味わさせていただきながら、それがまた次の世代の人にも少しでも伝わっていけば、なおありがたいことでございますけどね。アブラジルでは何と言ってもいろいろな違いがありますから、スムーズにはいかないかもしれませんね。皆さんの中でもね、もしかしたら子供さん、お子さん、他の宗教、他の宗教、ね、宗教もそして入っておられる人もあるかもしれません。でもそれはそれぞれの道に出会ったということでね、悪いということではございません。しかし、もしできればお念仏の両親を一緒にね、ついていってもらえるのもありがたいことだろうと思いますね。で
それをするためには我々一人一人が自分たちの役割を果たさないといけない。あ、お坊さんの仕事だね、教えを伝えるのは、まあ、もちろんご法律とかお勧めとかをさせていただくのはお坊さんがもうちょっと勉強させていただいたからそれができるわけなんですけど、でもお坊さん一人ではそれができないんです。やっぱり家庭の中でみんながね、こうして仏様を敬って仏様を大切にさせていただく、その生き方がまた子供さんや孫さんにも少しでも伝わっていくことができるわけね。まあ、皆さんは小さい時からもしかしたらおじいちゃんおばあちゃんがね、朝起きた時におぶすなっこでチンチンそしてね、おりんを打って奇妙無料寿命を笑いとかでね、お勤めをしておられた姿をずっと小さい時から見てこられて、その間にか一緒に仏様の前で手を合わせるようになったかと思うんですね。つまり後ろ姿を見ながら育ってきたわけなんです。もしかしたら別に特別にね、一緒にすべくお参りしないといけない、まあ、中にはね、あの仏さんの、ね、前でお参りしなかったら、一緒にお参りしなかったら朝ごはんなしでしたよとかということを、ね、言われる人も時ともありますけどね。でもみんながみんなそうじゃなかったかもしれないですね。もしかしたら後ろ姿を起こせながらそのままについてこられたかと思うんですね。でそれをこの自分たちが少しでも務めさせていただきますと、子供さん孫さんも一緒について来てくださることもできるんじゃないかなと思いますね。だからこういう研修会などで少しずつとね、お勉強させていただきながら作法とかも身につけることを、ね、少しでも大切にさせていただきたいと思いますけど、今日はその大経についての、また三部経についてお経についての少しのお話をさせていただいてね、私の拙いお話を終わらせていただきたいと思いますけど、まあ、仕事はもし皆さん疑問とかわからないことがあったら、井村先生のことのね、とかお話しされたことについても、あと私がお話しさせていただくことについても、もし何か疑問とかありましたら、この質疑応答の時間ね、テルモリタスとかの時間が設けられてますので、午後から朝の時間にしていただければありがたいかと思いますね。はい、時間も回りましたので、この辺で終わらせていただきたいと思います。お経の心をいただきながら、お念仏をいただきながら、どうか毎日の日暮らしを大切にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。合唱。何万が仏、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 何万が仏。礼拝。はい、それでは午前中の講義はこの2講で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。それでは向こうで今度はおむすの時間ですね。あ、用意してもらうのにちょっとね、必要時間が必要であったと思いますので、はい、お待ちしましょう。はい、じゃあすいません、婦人会の皆さんね、今お手数かけますけどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではこちらの質問は今これを終わらせていただいて